えー、市民病院精神科の柴田です、えー。今日はたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。えー、っとあのえー、っと今二つはですね結構あのご高齢の方に見られやすい疾患について、えー、説明させてもらいましたけれども、えー、私はですね、えー、まあ若者についてちょっとお話をさせてもらいたいと思います。 若者の自傷行為と自殺起祷についてということでお話をさせていただきます。えっ、ー、とちょっと細かい図で、えー、分かりにくいかもしれませんけれどもこれはですねえー、っと世界の自殺死亡率の高い国ということでえー、っと2013年から、えーまあ、あの人口とか自殺者の統計が出ている国をに限って、えー、出したものですけれどもえー、っと日本はですね、えーまあ、そういう。 統計がちゃんとした国の中では、えー、人口10万人当たりの自殺者が、まあ、全体で5位、それから男性だと10位、女性だと2位というふうにですね、非常に自殺の多い国です。えー、それから G7 に限って言いますと、えー、日本は、えー、全体で1位。 ですね、男性で2位それから女性で1位というふうにやはり非常に多いです。まあ、あの日本はですね、まあ、このように自殺が非常に多い国なんですけれども文化的な多分あの背景もあると思いますが、えーっとまあ、日本はですねその昔から文化的にその例えばの腹切りとかですねそれからあ 心中者がですね、えーそのえー、演劇とか浄瑠璃でやられてるように、まあ、自殺に比較的寛容な文化だっていうふうには言われてます、えーまあ、予想ですとね宗,宗教的に自殺を禁止されてる宗教が多いという、まあ、そういった背景もあるのかもしれません、えー、まああの、まあ、多いっていってもですね日本の場合は、えー、一時期よりはだいぶ減ってきました、えー、っとこれはですね、えー 自殺者の数ですけれども、えー、特に、えー、っと平成10年ですね、この時に自殺者がです、ね、初めて3万人を超えました。でまあ、この時はどんなことが起こったかと言いますと、えーまあ、バブルが崩壊してです、ね、非常に経済的に不況だった時です。えーまあ、倒産も非常に多かったと。 負債総額があものすごい戦後最悪だったという時に、うんえー、3万人を超えましたでこれ見ると分かるように男性がですねこの時に上がってますので企業倒産とかですねもうその経済的な理由で一気に増えてしまったと、うん、いうことだったようです、えー、それがえー、っとこの平成23年にですねあの、えー、つい最近、まあ、13年目ということだった で,でしたかね、えー、と東日本大震災が、えー、起こった翌年から、えー、3万人を切るようになって、えー、だんだん減ってきています、えー、それで、えーまあ、令和ですね、えー、2年に、まあ、新型コロナがあって、えーまあ、自宅待機とかですねあと経済的な問題もあって少し増えましたけれども、まあ、それでも2万人をちょっと超えてるぐらいですね。ね というふうふにに一時期に比べると随分、えー、減ってますえただですね、き今日話したいのは、えー、そういう中で、えー、小中高生の自殺者が増えている、ねえー。これ、えーえーと、令和3年までが出てますけれども、令和4年はですね、これちょっと表には入ってませんけど、514人と、戦後最高になっているということですね。 こ,れこういう社会問題が今起こってます。で、えー、これはですね、年齢別死因ですけれども、えー、これは、ね、10歳から39歳までは、死因の第1位が自殺なんですね。で、こういう、まあ、あの自殺が若者の死因の第1位になってるっていうのは、これはも日本の特徴で、えー、非常にあの問題。 で、えっとですね、まあ、自殺、ここで挙げた数字というのは、自殺者の数で、えー、これは自殺規水者の数です。で、その背景にはです、ね、あの自殺未遂をしたっていう人が10倍ほどいて、で、えー、さらに、自傷とか、多量服薬なんかをする人はその、まあ、さらに10倍以上いる。 というふうふに言われてますですから若者がです、ね、今500人以上年間で自殺で亡くなっているんですけれどもそうすると、まあ、自殺未遂の人は5000人以上ですねそれから自傷とか多量服薬なんかをする人は数万人いるというふうに考えられていますで、えーまあ、これは一つですね一つの要因ですけれども 社会的な要因ですけど、このちょっと赤でちょっとなし、えー、の折れ線はですね、これドラッグストアの数です。ドラッグストアが年々どんどん増えてます。ね、で、簡単に薬が買える時代になってます。ね、で、えー、いくつもありますから、1、えー、つのとこで買って、えー、別のとこでもまた買えると、ね、いうようなことで、簡単に、えー、薬が手に入るという時代になってます。 それから、まあ、もう一つの要因ですけれども、これは平成26年のです、ね、6月から薬のインターネット販売が始まりました。インターネットで薬の入手を要因にしているという要因の一つです。で、えーまあ、インターネットはです、ね、非常にこのように便利ですけれども、その便利の裏にはあの危険もやっぱりあってですね。 えーまあ、インターネットでいろんな情報が出てきてでこの薬をこれだけ飲めばあの死ねるんだとかですねあのいうような情報が氾濫してますで簡単に手に入っちゃいます、えー、そういう問題点もありますしそのインターネットでつながってですねその一緒に自殺しようとて、えーまあ、あまり見、えー、も知らぬ人たちが集まってで一緒に自殺をするというような こ、えー、ことも起こってます。ですから、まあ、今非常にその便利な時代にです、ね、なってますけれどもその便利の裏にはこういうマイナスでもあるということはあのちょっと、えー、知っておいた方がいいんじゃないかなと思います。でまああまりにですね若者のこういう自殺機とか増えてますので、えーまあ、昨年の12月18日ですにですね乱用を防ぐために販売制度の取りまとめ案が出されました。 二十歳未満に対しては、複数の販売を禁止して1箱のみにするとかですね、それから、乱用目的ではないか確認をするとかです、ね、身分証明書で確認して、販売した情報を記録することというような、インターネットを販売するときには薬剤師などがビデオ販売で薬の使い方を説明すると、まあ、こういったようなことが盛り込まれてますけれども、まあ、非常に、まあの ねえっと、ドラッグストア自体がたくさん増えてて、街にいくつもあるというような状態ですので、果たしてどれだけ防げるかどうかというのは、ちょっと疑問かなというふうには思います。で、えー、なぜその若者の自殺、または、えー、自傷自殺機とか増えてるかということをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、えー、っとこれはあちょ2019年ですね、内閣府が出した。 えーまあ、これじ、自分自身に満足していると答えた割合というのを13歳から29歳で各国で取った比較結果です。ね、自分自身に満足していると聞かれてそう思う、えー、どちらかといえばそう思うという割合がですね、日本は45%ですね。 その他の国は見ていくと大体70から80%ですね。日本は自分自身に満足していると答えた若者の割合が他に比べて非常に低いという結果で出ています。これは自分には長所があるというふうに答えた割合です。同じようにですねでこれを 日本はまあ6割ぐらいですけども、他は70からあー、まあ、90%ト超えている。このようにですねあの、まあ、日本の若者は他の国に比べてです、ねえー、自己肯定感が低いというような特徴が挙げられております。でこれはですね、えーまあ、逆に言いますと、えーまあ、そう思わない、自分に満足していないと思っている。 割合も当然多いわけでして、日本だけが25%近くというふうな数字になっています。でですね、えーっとまあその、自分に満足しないという中にその自己否定感というんですか、ね、自分はもうだめな,なんだと、自分は、えー、価値がないとかですね、えー、実はそうじゃなくてですよ、全然そんなことはなくても。 自分は価値がないとか自分は生きてる意味がないというような自分を否定する感情ですねこれを、えー、があ、まあ、持ってる若者が増えてるようにあの思いますけれどもこれはですね自傷行為とか多量服薬っていうのはそのダメな自分を罰したいっていう気持ち。 が一つありまして、まあ他の意味もあるんですけれどもそうやって行われることがあってでそれに対してですね、まあ、周りの人が、まあ、説得とか叱責ですね叱ったりするとそうするとさらに自分にだがダメに思えるというようなですねこういうふうに、えー、だんだんこうさらに自己否定感が強くなっちゃってこれれ何回も繰り返すうちにだんだん自己否定感がさらに強くなっていっちゃうというか悪循環ですね。 でまあ、こういうものがまあ自殺期につながってるんじゃないかと。でもう一つ対、まあ、人不信感というのもその背景にはありましてですねこれはまああの人が信じられないっていう気持ちですけれども人が信じられないのでなかなか気持ちとかですねつ、えーまあ、辛いとか苦しいとか、えー、腹立たしいとかっていう陰性感情を出せない、えー、いうことがあってでそれでまあ、えー 言葉や感情で出せないので行動で出してしまうという傾向があるわけですけど、まあ、それに対してま,あまたあの周りがです、ね、説得や叱責をするというふうにするとまたこれが他者に絶望して孤立するでこれを何回も繰り返すうちにだんだん対人不信感が強くなっていってしまってこれも自殺人につながるということがあると思います。でまあ あのそうならないためにはです、ねえーっとまあ、こういう自殺自傷とか自殺としたときに、えーまあ、あの出責したりとかです、ね、そういうふうにせずに、えーまあ、あの苦しさをです、ねえーまあ、必要な処置だけして苦しさを言葉で表現するようにということとそれから、まあ、小さな成功体験を評価すると、ねまあ、こういうことが対人不信感とか自己否定感を 軽くさせるる対応になると思いますでこれを繰り返しているうちに、まあ、あの社会参加ということがで,す、ね、できるようになっていくんではないかというふうには考えております。えー、っとそれでですね、えー、先ほどあの日本の若者が遅、えー、己肯定感が低いというふうに、えー、まあ,あのいう結果があ,あるわけですけれども何、えー、でそういうふうになってるのかということを、ねえーまあ、ちょっと考えて って見てですこれはまあ私の考えですのでですけれども、えー、まあ日本人がです、ねまあ、近代に自尊心をこう失った3つのトラウマがあるんじゃないかというふうに考えていますえっ、ー、とこれは歴史的な話ですけれども一、えー、つはまあペリーの来航と開国ですね、えー、これはあまあ欧米諸国のです、ね、圧倒的な軍事力の前に、えー、植民 地にされる危険があったわけですねこれ1853年と4年の時ですけれども、えーまあ、実際に多くの国はですねこの時代に、まあ、欧米諸国の植民地または反植民地の状態にされていた時代がありました。で、えー、日本はですねそう、えー、ならないようにですね、えーまあ、文明開化による西洋文明の急速な吸収とか まあ、国共兵政策というのをやって、えーまあ、欧米に諸国に並ぶですね、えー、まあ強国近代化をして強国になったんですけれども一方でですねその、えー、よその文明を急速に取り入れるっていうことはその日本にです、ね、続いてきた文化とか、えーまあ、日本人の心みたいなものがで失われる危険があるわけですね。えー なので、この時はですね、えー、皆さん聞かれたことあると思いますけど、和魂要塞といってですね、えーまあ、その西洋の技術とか文化文明を取り入れても、日本人の心を忘れなければいいんじゃない、こういうスローガンで日本文化とか日本人の心の継承を行ってきました。えーえー、え2つ目はですね、えーまあ、いわゆる太平洋戦争の 敗北と GHQ、まあ、占領軍による6年8ヶ月間の占領ですね、でこれはですね、まあ、あの空爆とか原爆投下による国土の破壊、まあ、徹底的に日本は破壊されてで、制度とか憲法の改変をされました、でそれに加えて、ですね、ウォーギルト・インフォメーション・プログラムといって、まあ、戦争の責任はすべて軍国主義者にあるんだというような情報戦略を、まあ、徹底的に叩き込まれたと。 いうことがあ,ありましたで、まあ、その結果ですねもう戦後はもう政治的にはもうアメリカにもう従,属政策従属した政策をずっと継承しているとで、えー、もう今の内閣の場合な,などはもう最たるものだというふうに私は個人的には思ってますけれどもで、えー、これに対してですねあの、まあ、戦後の日本は、まあ、経済政策っていうのに舵を切って。 えー、もうとにかく経済でなんとか、ねえー、頑張るんだというふうでもう必死に働いてです、ねえー、一時は世界第2位の経済大国になりましたで、えーまあ、私たちが、まあ、子どもの頃はですは、ね、日本は、えーまあ、経済的にはすごい国なんだと、えー、世界に勘たる経済大国だというような、まあ、誇りがあったような気がします。そ、えーまあ、それこそ 一時はですねジャパンアーツナンバーワンという本が出たり、えーまあ、あのアメリカのですね、えーえーまあ、ビルを買ったり映画会社を買ったりしてですね買収したりして、えー、ジャパン脅威論というのが出たぐらいの時代もありましたしかし、えーまあ、1990年代にですねバブルが崩壊してで、えーまあ、欧米国各国がですね、まあ、グローバル経済 とか新自由主義という、まあ、ルール変更を行って、まあ、それにまあ乗り遅れたのか、えー、やらなかったのか分かりませんけれどもその後はですねもうずっと30年間にわたる、まあ、経済の停滞を続けてますで、えー、GDP がですね中国と最近ドイツに抜かれてもう世界4位になってどんどん落ちてると、ね、いうことで、まあ、せめて経済は頑張ると。 いう,ふうに思ってましたした、えーまあ、会社とかですね、えー、そのいっぱい企業,企業とかが、まあ、生活共同体の一部になったりしてそれがあの個人の生活を支えたりしていたんですけれども、まあ、そういったものもなくなってきちゃったと、まあ、その結果ですねもう今日本人としての日本人全体がですね若者だけでなくて誇りを失ってきてっちゃってるんじゃないか いうふうに、まあ、これは私の個人の意見ですけれども、思います。じゃあ、その自己肯定感ですね、とか、個人の誇りをまた取り戻すためには、どうしていったらいいんだろうかということを、そうですね、最後にちょっとだけお話したいと思いますけれども、えー、まあ、自己っていうものはですね、なんか、 支えられているかというともちろん自分の体ですね自分の身体それ,から自分、えー、それから文化ですね、えー、それから言葉言語、まあ、こういったものに支えられて事故というものはあ,ありますまあこれをちょっと見方を変えますと、まあ、こんな感じですね体とか文化とか言語に支えられて事故、えー、はあるわけです もうちょっと細かく言いますと,、まあえーっとまあ、言語っていうのは、まあ、あのここで言う言語っていうのはどういうことかっていうと今、まあ、人はそれぞれあの名前がありますね名前を付けられてますまあ親から名前を付けられて、えー、いるわけですけど、えーまあ、その名前にはですねいろんなその親の願いとかあ願望とかが、希望がですね込められてるそれから、えーまあ、名字にはですねその代々その家に引き継がれてきて てたそういったものの中に、まあ、そ,のその人個人の存在する意味っていうものがあるわけです。えーまあ、そういう意味を持った言葉ですね、えー、のことを指してます。それから文化っていうのは、まあ、それぞれの文化に、えー、まあ まあ文化っていうのもある意味ではそのまあ架空のものですのでえ作り物ですのでえ文化の始まりにはえまあ神話とかですねえあ,とあとそれを引き続く歴史っていうものがあってそれぞれの文化にはそれぞれの誇りっていうものがあってそういった文化とかその誇りっていうのがその個人を支えているそれからまあ体ですねからまああの体はもちろん自分の体は自分の身体なんですけれどもえ身体感覚 っていうのがありまして、えー、身体感覚っていうのはその自分の体がどういう状態になってるのかというのを感じる感覚ですね。えー、まあえー、っと、まあ、例えば、えーまあ、もちろん視覚ですね自分で見て自分の体こんなふうになってるという、まあ、視覚もそうですしあとまあ食悪感 脱ですねあの、触った感じとか、あ,あと音痛覚と痛みとか、えー、温度を感じる感覚とか、えー、それからです、ねえーっとまあ、平行感覚、ですね。自分が運動したときに、まあ、あの体がどんな位置にあるのかとか、頭がどんな位置にあるのかというのを理解するための平行感覚とか聴覚、ですね。あとそれから内臓感覚。 内臓の痛みとかあまあ,あ倦怠感みたいなのを感じる感覚ですね。でこういったものがあ総合されて身体感覚っていうのはあります。でこれは当たり前のことのように感じますけれどもそういう身体感覚のバランスが崩れてると、えーも痛,えー、痛みがないのに痛みを感じたりとかですねそれからあ、えー ものすごくふらついたりとかめまいがしたりとかねそういうふうに異常がなくても感じると、まあ、そんなような身体感覚の異常っていうのが出る、まあ、それがあの精神疾患となって出る場合もありますで、まあ、こういったそれぞれのものがですねその、まあ、あの貧弱だったりしっかりしてないとですね、まあ、事故の安定が図れないということです まあこういったあまあ身体感覚とかですねそれからあーまあその人を支える文化とかそれからその人を支える言語っていうものがしっかりあるっていうことが、まあ、大事なことではありますね。で、えーまあまあ、最後にですねちょっと付け加えますと、まあ、こういったその与えられたものだけじゃなくって、えー まあそれぞれの個人が、えー、っと安定さ自己を安定させるために、まあ、必要なことっていうか、まあ、大事なことっていうのがありまして、まあ、それが他者貢献文化貢献心身相関ということですけど、まあ、これ、まあ、時間がないので簡単に言いますと,、えーっとまあ、他者貢献っていうのはその自分がどんな存在なのかっていうことを分かった上で自分ができることをやっていく。でそしてえー えー、そのできることの範囲で、えー、他の人に貢献をしていくと、えー。それから、あえーまあ、文化貢献ですね。その文化っていうものを自分があ所属している文化っていうものをしっかり理解して、または勉強して、でそれに対しての貢献をしていく。それから、体に対しては、えーまあ、心神相関ということですけれども、これは、えーまあ、心の状態と、 体に影響を与えることが多いということで、まあまあ、運動をしたりとかですねスポーツをしたりとか、まあ、それだけじゃなくて例えば、まあ、よくやられているヨガとかですねそれから禅とかですね、まあ、そういったものもこういったものに入るかなと思いますでこういう働きによって事故っていうのはより安定したものになっていくというふうに考えていますちょっと最後だいぶはしょりましたけど以上ですご清聴ありがとうございました